はいみなさんこんにちは山内大二ですスキルのある高卒対私大文系卒どっちが就職有利かさて三月頃って就職活動が始まるシーズンなんですよ大学三年生の でそうするとツイッターとかで自己紹介すすする大学生すごい多い多んですね、まあ、名前は隠してますけど、まあ、自分はこの辺の大学行っててこういうスキルがあってこれから就職活動やりますみたいなのをツイッターでこう書いてる人がいるんですねそれが僕のツイッターにいっぱい流れてくるんですが、えー、大変言いづらいんですけど特に褒めるとこががない人が多い人多例えば「まあ、どことは言わないんだけど私立大学文系ですと」と「入りたい業界は特に決まってません」え「ー、サークルやってません」ま「あ、コロナなんで仕方なかった」 アルバイト接客業みたいな、ね、であとは語学特に資格持ってません海外留学コロナだからできませんでしたであと免許、えー、車の免許だけみたいな困ったことに、まあ、海外はいけないのはしょうがないにしても、えー、企業でのインターンシップやってませんとやろうよと3年生のうちにと言いたかったんですけどこういうはっきり言うと何のスキルもありませんっていうことを堂々と宣言して就職活動をやってる、えー、文系の学生が多すぎる。 どうしてこれでで就職できるかかわらないまあなし崩し的に就職できちゃうんですけどこれ人材として企業欲しいのと偏差値高い大学もしかしたらそれでもどっか入れますよでもこれでいいのかなと3年間大学で何やってたんですかともちろんすごい人もいるんですよ。難しい資格取ってたり英語の検定だって高い級持ってたりまあ オンラインだけど海外留学経験あるとかあるいは企業でのインターンシップはもう2社3社でやって何かの成果物があるとかすごい人もいるんだけどこの何にも,もやってなくて3年生になっちゃったから就職活動やろうっていう勝てないよと、まあ、本人だけを責められないんですけどねこれは文系の大学がメンバーシップ型雇用に依存しすぎてるからなんですね企業を何とかしてよと困ったことに。これはちょっとどうなの会社から見て でまあ、大学の名前はまあいいと我が社にどう具体的に貢献できるのっていうことが PR できない大学生ばっかりこれはやばいと思いますでそんな時にですね私ツイッターである高校3年生を見かけたんですよまだ高3ですよで本人は大学行かないで、まあ、就職する気ですでスキルが書いてあるんですけどアプリ開発ができますウェブデザインができますウェブ制作ができますゲーム開発ができます YouTube 動画編集できます ウェブサイト作れます。以上をウェブポートフォリオにまとめてますで「簿記3級です」というですねまあ何というかモンスターですねでこれを見て思ったのがこの何でもできちゃうでしかもこの人別に独学なんですよ、まあ、要は自分がゲームとか好きだからいろんなことができるようにスキルを身につけていったんですねそのスキルがある人これもう多分高卒で結構いい IT 企業入れちゃうと思うんですよね、まあ、大学行ってもいいし。 この有名私立大学文系を出て何のスキルもない人ってこれからはどっちが勝つかわかんないですよということですねそう思ったときにちょっと優秀な高卒の人は大学行かなくたっていい会社入れる時代って来るんじゃないのかとまあ、大学を高校生に進める専門家としてはちょっと引っかかるところではあるんですけど大学だってそうで学校の名前じゃなくて私僕が何ができるかなんですよ本当に だって就職同じ会社に就職しちゃえばもう大学の偏差値関係ないですよ仕事で成果出すしかないわけです。なのでこの自分で学ぶ力がある優秀な高卒の人っていうのは遊んでた大卒より優秀だという時代が来るんじゃないのということをまあ私としては予測したいでもちろん何かそういうコンピューターのスキルがある高卒の人も 例えば総合型選抜や学校推薦型選抜で難関大学受験した大学で研究をやってもっと深めていってもいいし別にコンピューターができるのは趣味で普通に文系大学行って何者かになってもいいがスキルはある。ということでこれからは高度職業専門性の時代これをですねぜひ中学生高校生大学生そして保護者の皆さんいい大学出たじゃなくて何のスキルがあるかというのは意識していった方がいいんじゃないかなと思います。 そういういことを意識しながら、まあ、文系の人ももちろん文学も経済も大事な学問なんですしっかりやってくださいそれはそれで良いプラス私は何ができるかスキル高度職業専門性って何だろうっていうのは常に意識しておくべきそしてできれば就職活動が始まるにあたって大学3年生の3月もう4年生になるっていう時にインターン経験なしとか Twitter に書かない人になってください必ずどっかの企業でやっぱり就業体験をしてみる それによって行きたい業種、職種を考える。いろんな会社を受けていいけれど、何かのスキルがあるぞっていう状態を作るっていうのは意識してほしいし、保護者の方はお子様にそれとなく言ってください。保護者の方の就職活動の時代とは全然違います。ジョブ型雇用の時代が近づいています。それはほとんどの会社は切り替わりません。でもスキルがあれば転職もできるんです。ということで、 スキルのある高卒の人で優秀な人であれば、学歴に関係なくのし上がっていくことができる。一方、何のスキルもない大卒であれば、学校の名前で就職できる、転職できる時代ではないよということは申し上げたいですね。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。また、メガスタのラインにご登録いただいた方には、大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します。 相談や質問も LINE で受け付けています詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください